モゲラとは、1957年に東宝が制作した特撮映画、地球防衛軍に登場する架空のロボット。東宝特撮作品では、初となるロボット怪獣。当時の児童向け作品で定番となっていた悪役が操る怪ロボットを取り入れたものである。地球防衛軍の作品内では、モゲラの呼称が用いられることはない。映画、ゴジラ vs スペースゴジラでは、リメイクされたモゲラが登場する。公開順。このほか、特撮テレビ番組、ゴジラアイランドにも登場する。海遊星人ミステリアンが開発した大型ロボット。本来は土木工作用だが、地球征服のための攻撃を目的として使用される。全身が黄金のキャタピラに覆われ、口に当たる部分にもドリルを装備。各種目的に応じて装備の付け替え可能なビブを持つ。目からは自動車をも蒸発させるプラズマ状の青い殺人光線を照射する。装甲は鋼鉄の200倍の強度を有するミステロイドスチール製。1号機は山肌を突き破って出現し、防衛隊の通常の火器による攻撃をものともせずに富士山付近の町を破壊するが、自衛隊の鉄橋爆破作戦で谷底に落とされる。2号機は肘から腕のドリルを回転させて地中を掘り進み地球側を地底から攻撃しようとするが、倒れてきた攻撃兵器マーカライトファープの下敷きとなり、作戦続行不可能となる。PPP という単調な金属音を発して前進する。頭部造形は利光定蔵、胴体は八木寛寿、八木光栄による。造形物はスーツとミニチュアが併用され、主に1号機で前者、2号機で後者を用いている。渡辺明による初工デザインでは、鼻先がドリルになった仙山工のような姿であった。企画段階で人間的なプロポーションの検討用一尺モデルが制作された。宣伝材にも使われている。昭和41年頃に、丸三から発売されたソフトビニール人形やブルマークで作られたプラモデルは、この検討用モデルを資料に作られていて、映画とはかなり印象が異なっている。スーツの胴体は頭と上下半身のセパレートになっており、表面にビニール素材が貼り付けられ金属色に塗装されている。上半身だけつけて待機中の中島春雄のスナップ写真が残されている。ジープを蹴るシーンなどでは、下半身だけをつけて演じられた。頭部はブリキ製で、かなりの重量があったとされる。地中を掘り進むシーンのため、顔のドリルと腕の回転する2尺サイズのミニチュアが制作されている。当初、企画時にあった胴体部分のキャタピラが動くという仕掛けを試みたが、実現できず断念していて、歯車を内蔵した制作中のミニチュアの写真が現存している。1994年に公開されたゴジラシリーズ第21作ゴジラ vs スペースゴジラに登場。G フォースが建造した対 G 超兵器。正式名称はモバイルオペレーションゴジラエキスパートロボットエアロタイプ。足の裏に装備されている車輪は重力バランスの悪いロボット形態では、メカゴジラのようなホバーシステムが使用できず、新たな移動方法が模索された結果である。足の下部のサブエンジンで自重を搭載し、大型キャタピラーで地上を滑るように移動することが多いが、場合によっては、脚部関節を働かせ、二足歩行することも可能。結果として運動性はメカゴジラより大きく向上しており、このシステムを利用した戦法がドリルアタックである。背中のノコギリの形をした背びれ状の部分は、本機では、レドームソナーとされており、マクムというジャミングシステムが装備されている。空間戦闘にも対応できるらしい。出動地点は、宇宙大分山中福岡。国連 G 対策センターが、アレキサンダー・マミーロフ博士の指揮のもと完成させた、新たな対 G 兵器であるが、同様の経緯で作られたメカゴジラとは、同時期に別セクションで開発されていた。一方で、大気圏内容のメカゴジラに対し大気圏外洋であったモゲラは、構造の複雑さから完成が遅延し、最終的にはメカゴジラのメインフレームやパーツ流用によって完成している。スペースゴジラの迎撃のために空間戦闘にも対応することが可能。普段は2つの機体がドッキングモードにより合体しているもので、機体上部が地中沈降可能の特殊戦車ランドモゲラー、機体下部が高機動が可能な爆撃機スターファルコンにそれぞれ変形し、セパレーションモードにより分離して機動性を確保し敵を攻撃できる。当初の予定では二面作戦を行ってゴジラを翻弄することが計画されていた。パイロットがコクピットを移る際にはドッキングモード時に連結されているエレベーターを使用する。装甲などの基本的な構造はメカゴジラと同じだが、メカゴジラではオーバーヒートが多発したため、対策として強化された冷却機2機に加え、ボディの随所には防止用の排熱ダクトが設置されている。また、超硬質合成ダイヤモンド製の装甲には、新技術である合成ブルーダイヤコーティング装甲を部分的に採用している。この装甲はメカゴジラのミラーコーティングよりも反射率が高いが、高度な処理技術を要するため、特に熱線の影響を受けたくない部分に試験的に使用されている。腹部にプラズマメーサーキャノン及びランドモゲラーのバスタードリルの開閉ハッチがあるという機体構造上、脆弱な腹部装甲が弱点。機体の完成度は高く、ダメージによる機能不全は起きるもののメカゴジラやスーパー X、スーパー X2 で発生した。想定外の故障が起きることはない。対ゴジラ用兵器であるため、当初は大気圏外のフル準備運用は想定されていなかったが、アステロイドベルトへのスペースゴジラの襲来に際し、迎撃のため推進システムを換装し宇宙へ出撃する。しかし、スペースゴジラの放つ電磁波と強大な戦闘力に中和させられ、かろうじて地球へ帰還する。その後、スパイラルグレネードミサイルなどの装備とスペースゴジラの発する強力な電磁波に対抗するMACM、複合センサーシステム装備などの対スペースゴジラ、武装強化タイプへの強化改修が行われる。山地を移動中のゴジラをパイロットの勇気が独断からプラズマレーザーキャノンで攻撃するが、すぐさま、新城の判断でスペースゴジラの元へ再度向かい、結果的にゴジラと共闘する。モゲラはスペースゴジラのエネルギーを集めるのに利用していた福岡タワーを破壊してエネルギーの供給源を断つとスパイラルグレネードミサイルでスペースゴジラの左のクリスタルジェネレーターを破壊してオールウェポンでダメージを与える。この際巻き込まれたゴジラは余波によりビルに吹き飛ばされしばらく動けなくなる。怒ったスペースゴジラのコロナビームで左腕部を破壊されながらも残った右腕部から発射されたスパイラルグレネードミサイルによって右のクリスタルジェネレーターを破壊するがテールスマッシャーを受けてプラズマメーサーキャノンと胸部、エンジンを破壊され機能停止する。その後、有機のデタラメな操作によって再起動、スペースゴジラへ特攻しビルに激突し機能を停止する。最後はゴジラのバーンスパイラル熱線に巻き込まれスペースゴジラもろとも大破炎上して失われる。本来のパイロットは、結城明、新城康二、佐藤清の3名であったが、些細なミスなどの諸事情により彼らが、バース島に派遣されることとなったため、セカンドチームである、鈴木雄三、大野秀樹、上原誠の3名がモゲラに搭乗して、アステロイドベルトでのスペースゴジラ迎撃任務にあたる。福岡での決戦時には、G ホースの麻生司令官の独断で、本来の3名に戻される。デザインは、吉田城。検討段階では、スマートなデザインのものや、単体で飛行メカや地底メカに変形するもの、公転号型に変形するものなどの案も存在した。背面のノコギリは、デザイン画にはなく、オリジナルにシルエットを近づけたいという特技監督の川北浩一からの要望によって、造形段階で追加された。合体ロボットという設定は、前作、ゴジラ vs メカゴジラに登場するメカゴジラでも検討されていたが、メインキャラクターには不向きなため実現には至らず、vs スペースゴジラではサブキャラクターであるモゲラで取り入れられた。川北は脇役なのである程度好き勝手にできるという目算であったと述懐している。飛行形態はエアロタイプモゲラの名称でデザインが描かれており、映像と異なり手足が収納されていた。造形はボンクラフトが担当。着ぐるみは2メートル大のものが作られた。初代同様、上下分割式になっており、足元のアップは下半身のみ着用して撮影された。腕部の開閉ギミックは、スーツアクターが操作可能なものとなっている。当初の想定より大型のものとなったが、着脱のしやすさを重視したため、演じる福田からは好評であったという。造形時に福田が海外へ渡航していたため、型取りは別人で仮合わせした後、前作で福田が演じたメカゴジラのデータを用いて修正が行われた。撮影では激しく倒れるシーンでスーツが破損し、撮影が中断するアクシデントがあった。さらに、当初のスケジュールより遅れた結果、モゲラの炎上シーンをドックのシーンよりも先に撮影することとなり、その後急ピッチでもゲラのスーツの修復が行われた。70センチメートル大の変形用ミニチュアも作られ、その後は飛行用ミニチュアに改造された。こちらの造形は東洋モデルが担当。こちらも宇宙空間でスペースゴジラと激突するシーンの撮影で、翼や足が壊れるアクシデントが起きた。分解したスーツを組み合わせて、飛行形態の撮影にも用いている。福岡に飛来するシーンでは、Qもゲラのフィギュアを改造したミニチュアが用いられていたが、完成作品ではカットされた。首の部分の実物大セットも作られ、脱出シーンでの撮影に使われた。コクピットのセットは、ランドモゲラーのものと共用である。ドックのセットは、スーツ用のものと合体用ミニチュア用の2種類が製作された。前者の撮影では、スーツには人が入らずマネキンを用いている。前作でのメカゴジラのドックが巨大感を強調していたのに対し、モゲラのドックは奥行きを持たせることで立体感を強調している。スーツは2009年の時点で東宝の倉庫に保管されているのが確認されているが、頭部のドリルを紛失している。合体用モデルは川北光一率いるドリームプラネットジャパンで保管している。メカゴジラの後継機であることから武装も類似したものが多い。モゲラの上半身を構成する指定戦車。正面に装備した超硬質ダイヤモンド製のドリルバスタードリルと両脇のドリルの自動追尾式レーザー砲によって地中を掘り進むことができる。アンテナ部には地対空レーザーキャノンを装備。地上、空中での軌道面は、スターファルコンに依存しているため、ランドモゲラー自身には合体用の浮遊能力しか与えられておらず、逆に攻撃システムのほとんどが集中する構造となっている。乗員は2名で、合体時は、ランドモゲラーのコクピットがモゲラのメインコクピットとなる。最終決戦時には、新城孝二と佐藤清が操縦する。福岡での決戦時では、スペースゴジラのエネルギー供給源となっていた福岡タワーを倒壊させる。モゲラの下半身を構成する高高度爆撃機。ガルーダをベースとして開発された。ランドモゲラーを連結して飛行する設計から、その推力や機動力は非常に高い。宇宙空間での飛行や超高高度からの爆撃なども可能とされている。コクピット部分は宇宙空間でのメインコクピットやモゲラの脱出装置としても機能する。武装は両翼部に装備された省電力メーサーバルカン2門だが、モゲラの状態では格納されて使うことができない。主翼の根元の部分には武装マウントがあり、様々な武装を搭載できる。パイロットは最大3名搭乗できるが、単独でも操縦が可能。最終決戦時には、結城明が単独で操縦し、ランドモゲラーとゴジラによる福岡タワー破壊までの牽制とゴジラの援護を行う。モゲラには、このスターファルコン部から脱出艇が放出されるメカゴジラにはない脱出機能が設けられている。ゴジラアイランドには、上述の両方がそれぞれ別々に登場する。1957年版のものは、プロトモゲラ。1994年版のものはゴジラアイランドに配備された兵器もゲラとして登場する。造形物はいずれもバンダイのソフビ人形。G ガードに配備された兵器。武装は目からのレーザーキャノン。また、腕のドリルはかなり強力であり、メガロの息の根を止める。前半ではトレマが操縦するが、ルーカスがナオを登場させたことで、終盤までナオが操縦するが多くなる。しかも、だんだんと操縦方法を心得て、最初は止め方がわからずに島を一周するが、後半ではミサトに届け物をするまでになる。メカゴジラと同様に電子頭脳を搭載しており、搭乗者がいない場合には自らの判断で行動する。ゴジラアイランドに配備されている土木工事用ロボット。敵の攻撃が巧妙かつ激しくなってきたがゆえに、地球政府が第2基地の建設を命令してきたため、配備される。戦闘力はかなり高く、装甲はゴジラの熱戦も通じない。洞窟に閉じ込められたゴジラには、まるでモグラのようなヒット&アウェイ戦法を駆使し、苦しめる。武装は目からの黄色いレーザー。オリジナルにあったアンテナと透明な下顎はついていない。ザグレスに強奪され、ゴジラアイランド侵略に使用される。その後、マタンゴ島の洞窟に閉じ込められたゴジラを地下に潜る能力で2度にわたって苦しめる。両方ともトレマの指示によるゴジラの攻撃で沈黙させられるも、2度目の攻撃を受けた際に電子頭脳が狂い、洞窟を塞ぐ出入り口に穴を開け、結果的にゴジラを助ける。その後、ゴジラアイランドから立ち去る。ドリームキャスト用ゲームゴジラジェネレーションズマキシマムインパクトには対 G 拠点防衛用ロボット戦車 MGR インドが登場。国連 G 対策センターが開発した次世代型対 G 兵器。剣部に2体の大型ミサイルポットが装備されていたり、脚部が巨大なキャタピラになっているなど、人型からは大きく逸脱したデザインとなっている。量産を前提に開発されたが、装甲の耐久面に対して攻撃面に難があったため、試作機1両が G フォースに配備されるのみに止まっている。しかし、ミサイルが生体組織にダメージを与える超振動ミサイルに換装されたことで攻撃力は開発時よりも向上している。プラズマキャノンのチャージ時には炉心の状態が不安定になり行動不能になる弱点を有する。またゴジラが最大出力で発射した熱線はプラズマキャノンを搭載、さらに貫通する。ありがとうございます。